それではご紹介いたします。北岡宏さんです。おはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、もう朝からしっかりとねお支度をしていただいて ありがとうございます。これもここまで来るのに、はい、どれくらいのお時間かかったんですか。そうですね、1時間ありましたら。1時間、はい、化粧と着付けとカツラをつけて、うん、できます。1時間ぐらいはかかっちゃいますね。1時間ね、はい、でも白塗りはご自分で。はい、自分で全部化粧をやりますね。じゃあメイクさんは着付けと頭をかぶしてくれるだけ。はい、メイクさんとかね私いなくて、うん、でそれで途中まで自分で着るんですけど、うん、であとうちのマネージャーが全部やります。帯締めたり全部やるので。マネージャーが全部してくださるの。はい、はい、へえ。でも2人でどこで行っても全部このしたくなるから。そうですね、お金かからないでいいですね。そうなんです、本当にね。2人で動けるので ね、いやいやいや、1回だけ新歌舞伎座で、はい、女型じゃないけど、お姫様になった覚えがあった。そうでしたね、初めて。こんなチャンスだから、この女型になるには、なんかどっかちょっと趣味があるんじゃない。いやでもね、三山さんなんだの、はい、顔立ちはすごくね似合うと思います。あら、割とね、あら、本当ですか。お顔がですね、割とほら尖ってる方よりちょっとぷっくらしてた方がカツラをつけた時に可愛いんですよね。あ、そうなんですね。はい、ですからねすごく似合うと思います。合いますかしら。うん、あら、いや今度ね、だから舞台の時にぜひね何か男の衣装でババッとこうな決まった時にセリでさーっと下がっていった時に、はい、次上がってくる時に女型でファーッと上がってきたらまたお客さんがね、びっくりします、うわーってなると思います。だからそういうのもね、なんか私自分勝手ながらこういう風にしたらなんか素晴らしくなるんじゃないかななんて思いながらね。 ありがとうございます。そんなすぐにできるもんなんですかね。やっぱり修行がやっぱ必要ですよね。そうですね、男がだからその女型にパッとこう変わるなんていうのは、うん、でも考えてみたら男型だと眉毛が行き割とこうシュッとなってる、それで女になった時もう一緒に着替えて眉毛急に丸くならないので、うん、調査で行くしかないじゃないですか。そうですね。あ、なるほどなるほど。でも本当に男、私も男をやるとき着流し着るときもあるんですけど、でその時は どっちも行けるような、うん、あんまり男っぽくしなくてね。ああ、なるほどなるほど。あと女になるときにちょっとここに赤をささってこう赤いやつをみじりに入れたりすると、はい、またそれで雰囲気が全然違ってくるので、はい、いや勉強になりますね。何かその女型をやるために、まあ、これがあればちょっとそう見えるよっていう仕草とかそういうのはありますかね。そうですね、例えばね、ちょっと立ってみて、はい、いいですか。私もちょっと、はい、こっちの 右手の方ですね、右手の方の上をこう見ますでしょ、はい、でその時に左足をこう少し出すんです、はいはい、斜め45度の方にですね、はい、左足を出してみて右をこう見ましたら、はい、こっから下にスッとこう視線をこう下げていくんですね、はい、その下を見るように、はい、でこっからふーっとこう下にこう下げると、はい、この辺がすごく色っぽく見えるんです。本当ですか。ちょっとじゃあやってみたいと思います。よろしいですか、はい、皆さん、はい、じゃあちょっとやってみたいと思います、こっちを見て、はい、それでそれちょっと怖い顔してダメですか。もうちょっとね普通でいいです。普通ですか。普通でちょっと待ってください。こう見てて、こう見ててちょっと上をふっとこう見てて、何気なく見てて、何気なく見てた、例えばこう桜の花びらがひらひらひらってこっちに降ってきたみたいな感じで、桜の花びらがひら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 ってこう降ってきたっていう感じでねやると、あらまあ、うん、ですね、ですね、はい、でもお上手ですから、うん、絶対はい、似合うと思います。じゃあぜひまたそんなね、うん、ことで、まあ、はい、ありがとうございます。なんかだんだん内股になってると思うんで、あれ、そうですね、あら、本当私もですね、この女型をしまして、最初はね、もう外股になっててすごく叱られたんですけど、内股にこうなって、はい、歩くようになりまして、あ、そうなんですね。やっぱり相当
年数かかりましたかその女方。そうですね、やっぱりもう女方になってからもう27年ぐらい。27年。でもきっかけは何からですか。はい、デビューした時は本当に普通のスーツ姿で、うん、私歌ってきた歌手だったんです、うん、デビュー10年目にもっともっとなんか世の中の皆様にね分かっていただくには自分に何か付加価値つけなかったらこう残っていけないんじゃないかなって思ったんですね。それで小さい時から日本舞踊をやってたもんですから、うん、この踊りを生かしてということで、うん、いろいろ先生方に相談をしましたら、うん、女方で踊る役者さんはいっぱいいても、うん、女方のその着物姿で歌う歌手というのは、うん、未だ見たことないしいないから、うんやってみたら面白いんじゃないかっていうことからですね、じゃあそれでじゃあ私が初めての女方の歌手に頑張ってなってみようと思って、それがきっかけでした。今でも一人だけですもんね。そうですね、こう着物着てるけど、はい、脱いじゃうと、ええ普通の男性にというか、うんはい、もう普通です。あら、あの方はって言われます。言われないでしょうね、やっぱり白塗りを取っちゃうと。そうなんですよね。だからねすごく楽って言ったら楽なんですけど、うちが住んでる地元にも30年近く東京出てきてから住んでるんですけど、知ってる方はね、うん、北岡さんって普通に声かけてくれるんですけど、うん、あとあんまりわからないので、はい、あと舞台終わっても楽屋から出ていくときに全部お化粧落として出てきますもんですから、誰が誰なのかわからないから。じゃ今度目立つようにジーパンに真っ白になって出てったらどうですかね。だから僕ですって感じ。大変ですもんね。また、帰らせていただいて。ああ、なるほどなるほど。まあ、そういう意味では顔をささないから、それはなんかちょっとそうです、ね、気軽に、はい、というところもあれば、はいはいね、じゃあ早速ですけど、ちょっと2人で歌ってみたいという思う一曲をね選ばせていただきました。本当に嬉しくて光栄で、私ひばりさんと大月みやこさん その女歌っていうのが大好きで、はい、よくステージでも歌わせていただいてるんですけど、今日は松間ひろ子先輩とごめんなさい、もう白い海峡をご一緒させていただけたら、キーがなかなか合いませんが頑張って二人で歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは北岡ひろしさんと私松前ひろ子で白い海峡を歌わせていただきます。それが雪に変わる頃、私はあなたを、あなたを捨てた。二度と戻ってくるなよと言われた言葉が耳に残る。ああ、北行く船の窓は寒い。雪が雪が雪が乱れまう。心も胸もボロボロで、私は飛べない飛べないカモメ。
二度と戻ってくるなよと言われた言葉が耳に残る。ああ夜更けに帰る白い海峡、あなたあなたあなた許してよ。北岡宏さんと松前ひろ子さんで白い海峡でした、はい、さあ続いては、はい、んいいよ特技は日本舞踊。はあ、どうもありがとうございます。すいません、いろいろねありがとうございますやってるんです、日本舞踊、はい、もうね、でもあれですよね、日本舞踊はもちろんですけど、はい、それ以外にも、はい、たくさんの趣味を持ってらっしゃるとか。そうですね、私あの お茶茶道なんですけど、はい、お茶をやってましてね、あの結構長くさせていただいてたんですけど、何流とかあるんですか。はい、あの裏千家、裏千家、はい、裏千家なんですけど、もうねあのすごくこう理にかなってるというか、あの無駄がない動きがあるんですね。あとこう着物着た時のこの歩き方とか、それもなんかすごくこう勉強になって、あの右の足で畳を越えてとかね、あの出る時には左の足で越えるとか、なんかすごくねあの勉強になるんですね。あと季節のお花とか、あと掛け軸とか、そういうのをいろいろこう見れるのでね、なんかあの、いいなと思って続けて、はい、させていただいてます。いやもう全然それが全てやっぱり所作に出てる。そうですよね、私なんかも全然その茶道はね、あんまり知らないので、お茶を飲むだけかなと思ったらやっぱりその掛け軸であったりとか、その、和菓子とかね、なんか出てくるじゃないですか。そうそうです、ね、ああいうの一つ一つとってもその理にかなってるというか、はい、そうなんです、季節があるわけですね。季節があるのでね。あ